2日目7レース1乗戦1着となりました福井117期の寺崎光平選手です。よろしくお願いします。お願いします。まず初手ですね。山田選手が前取りに行って、前受けになりましたけども、作戦としてはいかがだったでしょうか。まあそう、前からの、はい、組み立てで、まあ、いけるとこからって感じでした。バック最初ジャン前ですね、平田選手と並走になって、まあ、一発もらったと思いますけども、はい、あの辺はどういう感じだったでしょうか。そうですね、蛭田君が、まあ、切るのか、まあ、粘るのか、まあ、個人的には、まあ、切ってほしいっていう願望がちょっとありすぎて、あまり形になったのが良くなかったですね。そこはちょっと迷ったけど、まあ、一旦引く考えになったんですか。そうですね、迷ったのがまあ良くなかったですし、あのメンバーだったら別に引いて、まあ、自分のタイミングでっていうの方が、まあ、結果的には 勝率も良かったんじゃないかなって、はい、思いますね。で、蛭田選手が、中段から先まくりを打って、はい、まくりを追い込めた形になりましたけど、はい、最後、直線も届いて、感覚的にはいかがでしょうか。まあ、ちょっと、まあ、足使ってなかったんで、まあ、しっかり最後伸びたかなって感じで、まあ、ちょっと直線の長さに助けられたって感じですね。川崎記念での落車、ゴール後で落車だったと思いますけども、はい、その影響っていうのはどうですか。まあ、肋骨まだひび入ってますし、まあ、影響ゼロってわけじゃないですけど、まあ、思ったよりも、まあ、状態悪くないかなって感じですね。最後にあの、まあ、脇本選手が今回は欠場という形になりましたけども、はい、また近畿、福井として、はい、まあ、どういった思いがありますでしょうか。もう脇本さんの分もじゃないですけど、しっかり、まあ、近畿の先頭として、まあ、やれることを、まあ、一個一個、まあ、やっていけたらいいなと思ってます。では23に向けて最後一言お願いいたします。もうしっかり、はい、積極的に生きるよう頑張ります。